どうもありがとうございました。トリプルブッキングぐらいだったんですけれども、まあ、その中でやっぱり吉田が何か それだけの気持ちを持って僕に言うっていうことはいつも何かすごく僕らの人生にとっても大きなあのポイントになるので、やっぱりこれをやらなきゃいけないのかなということで、まあ、いっぺんやると決めたらもうスイッチは入りますんでね、11月に話されて、2月しかスケジュールがなくて全部のですね、で5月6日に出したいというこの3地点をちゃんと通り越えていきたいというのが、まあ僕のその何ですかね、集中したというまあポイントだったんですけども、はい、あの人はすごい、まあ彼女自身は言いませんけども、すごいもうデビューした時から、あるいはデビューする前から非常に努力家というか、自分では努力って言わないんですけれども、まあ、僕から見てると本当にそのずっと今まで走り続けてる人だし、やっぱりそのお客さんに自分の歌を聴かせるということには非常にストイックで、常にその 100% 以上のものを見せたいという思いが強い人なので、そういう意味では今回リハーサルの期間は短かったですけれども、彼女の姿勢はいつもと変わってないと思います。はい、正直言って、今回の「ビューティー&ハーモニー2」に関して言えば、ドリカムと限りなく近づいてると思うんですね。ドリカムの目的っていうのはやっぱり吉田美和の歌と詩を伝えるということが唯一の目的で作ったバンドですから、吉田がまだその今みたいなプロデュース的な能力をまだつけていなかった頃は、僕がリードしてきましたけれども、やっぱり14、5年経って彼女がその自分をプロデュースの仕方を覚えてきてからは、本当に限りなくドリカムと吉田美和は近づいてきてるというか、そういう意味ではこの Beauty and Harmony 2である種ドリカムとしての僕がやりたかったこと、吉田美和としてやりたいことが非常に似通ったものになったなということで、逆に言うとこのアルバムのおかげでドリームズカムトゥルーが自由になれるというか、また自由になれるという思いはレコーディングの最中にして、それを吉田と話して、あ、そうだねということで、多分これをきっかけにドリームスカムトゥルーがまた新しい一歩を踏み出すんじゃないかな、多分もうちょっと僕のわがままが出るかもしれないですね、次のドリカムは。はい、
Thank you.
私の愛がたどり着く場所、ここが私の愛がたどり着く場所。
してるってもっと言って、今すぐ聞かせて、青い空見ている気分になれるから、最後に浮かんだったのはいつ、早口なら一秒
確かに痛くてかなり死にそうになった。傷は思ったよりも深かった。なかなか言えなくて自分にムカついた。ただ恋しただけなのに。ワンツーでキャッツーで
度から来た人がぶつかって追い越す。ぼーっとしてたのはこっちなのに謝られる。冷たい雨のしずくがなんだに見えた。 Yeah、 壊れて泣いたって願いは届かない。あなたのいない朝は来る。
しかなく、もしも雪なら雪になったら、諦めないって密かにかけてた。この想いはもうこのまま溶けて消えてくだけ。
「
歌もここから旅立って今飛んでいた無音の色があるだけ。もしもいつかまた会えたら答えはあるだろうか。思い馳せてもなお知ることかなわず誰にも知り得ぬまま